ラゴンクエスト8縛り実況、実況者のエテポンゲです。再びラプソーンの元に戻ってまいりました。まあ、前回の終わり際にメダルね、メダルじゃなくてコインね、カジノをちょっと見に行ったんだけども、まあそれっぽい有効なアイテムはなく、ただただ強い装備を見せつけられるというね、結果に終わりました。メタルキングの鎧だっけね、100近くね、革の鎧とは100近くの差がある守備力にテンション下がるわ、ほんと。もう革の鎧って革の鎧って、まあとりあえずね、レベルはその上げたんでね、レベルは上げたんで、まあ、前回戦った時よりはね、よりはなんとかその見込みはあるはずです。はい。さらに言うとね、ゼシカが、マジックバリアを覚えた杖のねスキル、にレベル上げの時ね、2回振ってマジックバリア覚えたんで、どうやらね、で杖装備してないと使えないと思ったんだけど、コメント見る限りでは、常時使える呪文みたいですね、マジックバリアは。なんでね、確かその息ブレス攻撃と、だからフバーハとマジックバリア、これをしっかりかけた上で、様子見てスクルト、バイキルト、スクルトよりもバイキルトかな、優先は。一番最優先はフバーハマジックバリアで、その次にバイキルトでヤンガス、終わったらスクルトで、回復しつつっていう感じで行こうか。うん、よし。まあ、ちょっとね、見返してたんよ、前回、負けたね、あの敗戦を期したあの日ね。まできるだけやってみようか。行きましょう。あ、道具はね、まあとりあえずの魔法の聖水をね散らばしといて、魔法の聖水散らばしつつね、ちょっと爆弾岩のかけらが1個あったんでね、袋から取り出しておきました。これなんかに使えたらいいなと思いつつ、投げつけると大爆発を起こし敵全体にダメージ。これワンチャン狙っていきます。もうあと使えそうなアイテム一切ございません。はい、行きましょう。ちょっと最後にゼシカちゃんのパンチラを、いや、いけっかなー、勝てっかなー。幾度耐えても再び途絶えてもか、再び蘇え挑みかかってくる。人間というのは悲しい生き物だな。だがお前たちが絶望の底に落ちゆくたび、我が肉体はさらなる高みへと上り詰めよう。さあ我を崇めよ、身を引き裂くよ、アブス、ウス、ウス。さあリベンジマッチといきましょう。まずは作戦変更、命令でね、よし。ゼシカ呪文、ゼシカはフバーハとマジックバリア、お、いいね。フバーハ先行く。フバーハして、で、エテがね、ちょっとね、やることないよね。
貯めるはね、良くない。あの、凍てつく波動あるから、貯めるするぐらいだったら攻撃した方がいいっていうのはね、もう前回学んでるんで。呪文攻撃で攻めるのか、特技でね、ぶっぱするか。まあ、特技ぶっぱの方がいいよね、ここは。サミダレ好き。で、ククール。あ、そうか。ククールでスクルトは打てるから、ククールはスクルト。で、ヤンガスは、前回覚えたね。超飛。前回覚えた超飛。冥王の川。ゴー。オッケー、フバーハオ。おお、完璧、完璧じゃないか。ああ、どっちでもよかった、どっちでもよかったんだ、結果として。あ、けど、ドラゴンローブのおかげかな、今のは。ククールが、火のダメージ低いのは。スクルトはとりあえず1掛けでいいかな。これどれぐらい入る。88、88ね。で、ここで次はマジックバリア。で、エテは、サミダレ好き。スクルト1掛け OK。回復はククールにベホイミとかしておきたい感じだけども。攻めれる時に攻めとかないとね。ピオリムってさ、ちなみにピオリムってあれだね、ゼシカだね。じゃあここはハヤブサ斬りね。これも前回覚えた技です。かまいたちの方が強いんじゃないか説あるから、かまいたち一回打ちます。88だったからね、1回目は。冥王88。あー、こっちだね。痛恨で、うわー、あー、落ち着け、大丈夫大丈夫、落ち着け、問題ない、全然問題ない。ククール、お前攻撃しなくていいな。弱い。とりあえず、マジックバリア、フバーハ入りました。できれば回復をしたいんだけど、ククールでザオリクするとして、ここ防御だな、防御、ザオリクで、特技かまいたち。次、マラを打ちたい。素早さはどうなんだろうね、勝ってるよね。これは何だったっけ、眠っちゃった。眠りはキアリクか、キアリクで、バイキルトをヤンガス、キアリク、うわー、キアリクいるよな。起きないっていうパターン、ダメージ受けて起きる可能性あるけれども起きないってのが一番きついから、ここは素直にキアリク構えて、ちょっとゼシカが怖いんだけど、メラゾーマ、マジックバリア OK。 61、問題ない。あー、痛恨、誰、ヤンガス、うーわ、痛恨パないわ。ちょっと待って、かまいたちバイキルト敵を害か、バイキルト敵を害っぽいな。ここはメラゾーマ、呪文ザオリク、ホイミホイミホイミか、ゲントの杖ないか、ゲントの杖ないな。
ないな。あ、攻撃しろ。いや、ククールが死ぬのが一番怖いからね。あー、バイキルトはやっぱ通常攻撃だな。オッケーオッケーオッケー。凍える吹雪、フバーハまだ切れてないね。あー、28余裕。イオナズン、次マラー打たないと絶対まずい。よいしょー、よし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 。ここは、回復に勤しむ、回復に勤しむターン。できればピオリム入れたい。ピオリム入れます。呪文、うん、ベホマオゼシカ呪文。ここはザ、ま、ベホマラー打つ。ベホマにベホマラーはちょっともったいないかな。いや、ここは念には念をだな。で、攻撃でいい。で、ピオリムで素早さ上げて確実に先手を取る。よし、どちらにしろ痛恨が飛んでくると300だから厳しいよね。あ、あ、そうだ、エテは死んでるから、エテ死んでるからフバハ消えてるんか。とりあえずこれでまたかき消されたもんだから、バフつけていくよ。バフをまずフバハで、ベホマを己で、ベホマを己で、バイキ消えたってことはかまいたちの方がいい。誰、あー、目くらまし、メラゾーマ、ククール、まあ問題ない。ククールは大丈夫、ベホマしてる、オッケー。で、ピオリムかけてでもこうやって先手取られることがあるから、あ、違う、ピオリム消えてるんか、今イテハで消えたんだ。オッケーオッケー、全回復。ゼシカだけマヌース入ったんか、これはラッキーだね、ラッキーラッキー。とりあえずゼシカマジックバリア呪文回復、ベホイミ、うん、ベホ魔王ヤンガス呪文スクルト、意味なさげだな。スクルトちょっと弱いわ。痛恨で300持ってかれるんだったらあっても一緒だな。ってことはククールは攻めたい、いや違う、エテで、エテが攻めてククールで回復。サミダレ、特技呪文、ベホマをヤンガスで、特技かまいたち。攻撃、通常攻撃123、痛恨でククールやめてね。おお、神神、オッケーオッケー、100いくね。で、ここでマジックバリアかける。次ピオリム、ピオリム、いやー、ピオリム入れた方がいいな。ちょっと押したいけど、ここメラゾーンまでちょっとガンガン押していきたいんだけども、ピオリムはここを怠ったら負ける気がする。ちょ、バイキ打ってる暇ないな、これ。ベホマを自分か、自分ベホマ、ザラキ。下がんないよな、下がんないよな、どうしよう。250勝、いや、ここは回復しといた方がいい、回復しといた方がいいな。ちょっと待って、通常攻撃試そう、バイキなし通常攻撃。100前後いけばもう特技必要ない。フバーハ OK、 大丈夫、問題なし。いてはしてくる、
で、ベホまで自分回復して、うーん、やっぱバイキ入ってない時はかまいたちだな。たださ、そのイテハ打ってきたら、だいたい連チャンでイテつく波動打ってくることって結構ないから、そのイテハからの次のイテハまでその感覚を見極めれば、ちょっとワンチャン貯めるもありかもしれない。そこね、しっかり1貯めぐらいならいいんじゃないかな。フバーハで、回復はゼシカがちょっと怖いか。ゼシカが大丈夫、ゼシカなら大丈夫だと信じよう。信じる。作ると意味ないってことで、ククール基本やることないから、ベホマしといてくれ。で、一回貯める。おっ、ここ、いいよいいよ、うん、ちょっとベホマもったいない気もするけれども、バカ、もうすぐ打つ、イテハス、イテハすぐ打つ。いや、イテハの二度打ちは、あー、なんで、なんかラッキー、なんかラッキー、チャンスだ。これはチャンスなのかもしれない。フバーサミダレ呪文、これはチャンスなのかもしれない。どうする、ククル、ククル、どうする、やることない、ククル、やることない、ククル、ククル、できればそのあんまり MP は温存でいきたい、 MP 温存でいきたいから、呪文打つわけにもいかない、スクルトやっとく、一応やっとく、一応やっとく。1ため入った、いけ、もうこいついけはすぐ打つから、もうためる、やめた、ためる、ためるなし。貯めるなしだわ。貯めるなし。眠る。ナズン、起きて。起きて。起きない。ただ、フバーハ入って、マジバリがまだ入ってないな。マジバリ入ってない。呪文、ベホマをゼシカで、呪文、キアリクで、特技かまいたち。うん、やっぱフバーハ交わりの順でいこう。うん、間違いない。で、誰打つ、エシカか。うん、持ってかれた。まあ、結果オーライって感じかな。ベホマを、ここはククールだな。で、ザオリク、ゼシカ、特技、かまいたち。ちょ、早急にマジックバリアを打ちたい。痛恨、誰に来る、ゼシカー、やめて、それは。積んだ。ちょっと待ってくれよ、それは。お？お？ザオラルワンチャンかけるか。ザオラルワンチャンかけるよりも、キアリクしてククールを起こしてからの、ククールを起こしてからザオリクの方がいいな。で、防御、ヤンガス防御。フバーハは入ってる、大丈夫。これでキアリク起こす。で、
どうしよう。ベーホマをヤンガスに撃ちます。ザオリク・ゼシカのかまいたち防御しとく。いやー攻めよう。お前ククールにはしないでよ。これちょっとやばい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 、雲行きが怪しくなってきた。ちょっと待てー、とりあえず撃つしかないじゃん。もうククール死ぬんじゃねえ。これククール変えてどっちか死ぬな。これバカもうタイミング悪し、ちょっと耐えてくれ。ヤガス、まあ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 、よかったよかった、ククールじゃなくてよかった。だけどもとりあえずザオリクを得て呪文、ホイミ、耐えてよー。これククール落ちるんじゃねー。よし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 、ホイミ、呪文、ベホーマ、デホマククール、呪文ザオリク、ゼシカの、特技かまいたち。痛恨マジかー、マジかー、マジかボス、お前の力を見せてくれよ。もうあかんで、これもう積んだんだけど。おい単独で行け。お前らはチームプレイとかそんなん向いてない。お前らは単独で行け。単独で300、いいダメージ入るね。けどいいダメージ入った。おしゃ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 、痛恨のナイス、ナイスパワーだ。これワンチャンあるか、ない、よいしょ、まだいける。よし、いけ。耐えて。おぶれ。よし、殴るカノン。殴る、二人技もあるのね。二人技もあるんね。知らんかった。まずい。モリーハゲシエ頼む、終わらしてやって。もういいダメージだ。寝るなよバカ。バカ、起きてキラーマン。
ちゃってる。起きよ、ここで起きよ、ここで起きよ。起きない、起きない、起きない。いやダメか。こいつヒットポイントマジいくつあんのこれ。4000万とかじゃないこいつヒットポイント。いやザコが。勝ってた。溶けた。なんとエテたちの呪縛が解けた。回復者